さんが GoPro つけてね、ドヤ顔で撮ってる。犬がもうふてくされてる。うんざりしてる。うんざりしてるよね。やばい。結局コンセントは？いや、コンセントは冬はエンジンがかかんなくなっちゃうんだって。だからあれみたい、温めとく。シリンダーヘッド。シリンダーヘッド温めとくと、うん、基本的にはエンジンがかかる。忘れ物を忘れる。平田さんいますか？平田さんだってさっきほら必死で走ってきてたからちょっと不安になって。あの人ずっとあそこにいるのかな。あのおばちゃん、フィリピーナ。おばちゃんなんだ。うん、フィリピーナで、さっきちらっと話した何分だって5分だって言って、うん、帰ろうとしたら大声でへーって呼び戻すわけよ。それで呼び戻されたから、何かと思ったんだね。いや、これ写真撮っちゃいけないっていう話から、で、平田さんがもろ撮ってたから、まあ、正面で、ね、だから怒られるのかなと思ってきたら、お前らは日本から来たのみたいな話になる。そうです、これがアイスロードトラックだ、テレビで知ってるかみたいな話になる。撮っとけ写真みたいな。で、走ってこっち来いって言うんだよ。早くしろ早くしろって言うから、何かと思ったら、で、あと5分だから急げってで、5分以上経ってるって、うん、その会話、トラック、あ、アイスロードはこの道 でアイスロードトラックっていうのが後ろにいる人たち、あのまさにあの車で、瀬尾さんがバシャバシャ通ってたからね、うん、どういう工事をしてるんだろう。なんかドラクエかなんかの FF か、敵が現れた時の音。かっけえおやっさん。あ、これかっこいいくない、これ。おお、飛んでますけど、ちょっと広角すぎたかな。あの後ろのトラックもかっこいいですよ、瀬尾さんは。なんか丘の上を来ましたみたいな。しかも後ろのガラスが汚くてもう無理みたいな。
これさ、ここまで工事来るのがまず時間かかるね、これ。すごいね。パイプが割れたのか、なんか。まあ、古いのと交換してるんだ。ああ、排水のやつか。排水のパイプが。あ、これキャンピングカーきついね、ここ。今。これはきついですね。スタートです。リスタートしました。停電ピソーコーデ。停電ピソー。承知いたしました。